こんにちは、ワンオクロックのともやです。というわけで始まりました、ともやスタジオ。というわけなんですけども、ちょっと見てもらったらわかるんやけど、これね、いつものともやスタジオのともやスタジオじゃないんですよ。実は今日、ここのスタジオはですね、絶賛僕ら今アメリカツアーに向けてリハーサルしておりまして、もう一つ間違い探しがあります。ちょっと僕のこのドラムセット見てもらったらわかると思うんですけども、あーちょっと難しいかな、ちょっとわからんかな、わかる？シンバルが正解そうです、シンバルがまあないっすよね。これなんでないかっていうと、ツアーに向けてシンバルを僕もう大幅、もう大改造、もうリニューアル、超マイナーチェンジしまして、今日はそこをね、がっつり話していきたいということで、ともやスタジオ、ともやの機材紹介第1弾シンバル編ということでね、やっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけでシンバルの解説、早速どんどん行ってみたいと思うんですけども、見てください、これ、これすごいよ。これこのシンバルたちが地上に降り立つことは相当レアなこれシーンなんですけども、これね、並べてみて思ったけど、こんないっぱい叩いてたんやっていうね、いろんな形あるの分かります？穴が開いてたりとか、まあいろいろあります。でもう形も大きさもなんかこう素材もすごい全部違うんですよ。全部違うんですけど、正直詳しい知識が僕ございません。なので今日はもう潔く、助っ人呼んでます。その人に、シンバルの細かいね、どうなってるんやと、これどう違ってどんな音で俺が叩いたらどうなんねんっていうのをね、ちょっと解説してもらおうと思ってるんで、今からそのスペシャルゲスト呼びたいと思います。どうぞ。どうもこんにちはヤマハミュージックジャパンジュルジャンアーティスト担当の谷山と申します。よろしくお願いします。谷山さんです。お願いします。お願いします。僕タッチさんって呼んでるんで、ちょっとタッチさんって呼んでもらって、はいはい、タッチさん、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。そう、このツアーに向けてね、シンバルをちょっと変えたいと、いうことでちょっと連絡させていただいたら、もうそれはぜひもやりましょう、やりましょうということでね、心よく引き受けていただいて、スタジオに案内していただいて、まあ叩きましたよね。まあ50枚以上は叩いた。50枚、そうですね、本当に。でもそのぐらいもうめっちゃ叩いて、今までそんなに僕、変な話、シンバルにそこまでこう、なんていうんですか、こう、まあ細かいところまで、ね、そうですね、はい、知識ももちろんなかったし、はいはい、興味もなかったんですよ興味もなくて、まあなんかこれでいいからいいやんって思ってたんですけど、うんうん、もう完全にちょっと概念が変わった。あ、それはよかった。シンバルでここまでドラム変わるんやっていうのがもうすごい体感できて、本当にこれ今回チャレンジしてよかったなって思えてるんですよね、心から。もうそれは大変。本当にこうやってリハーサルしてみんなでやっててもあからさまにやっぱ変わったし、この音を調節する PA の人ともやっぱ話してよくなったねって言ってもらえるのはやっぱすごいトライしてよかったなと思うんで、でもタッチさんから見て、はい、このざっくりこの僕の組み合わせってどういう印象ですか？どんなチョイスしたなっていう感じですか？最終的にどんなチョイス、まあ本当に他の人との被りはまずなくて、結構オンリーワンな感じ、オンリーワン、オリジナルワンな感じですね、はいはいはい、でもやっぱりまあ選んでるものを見ていただくとパーって分かって、多分 K っていう字がすごく多め、これね、今回キーワードです。 K 全然何のこっちゃ分かんないK っていうあの大きなこのジャンルってことですよね。そうです、ね、K ジルジャンっていう、まあ、シリーズなんですけども、僕がこれが好きってことですね、この音色が。そうです、そうで す, そうです、うん、まあ比較的ダークで、こうサスティン、まあ減衰とかも早めなモデルなんですけど。なるほど減衰やって、減衰いやー、やっぱ頼りになるなこういう中いやー、タチさん頼りになる。でもこれ、うん、正直これ見てる人、うん、叩かないと分かんないと思うんですよ。そうね、僕のいろんな形あるんじゃないですか、うんうん、まあ、これがじゃあどんな音すんねんっていうところがやっぱ知りたいと思うんで、うんうんですね、早速これをねセッティングして、ちょっとこう叩きながら、これ実はこんな音なんだよとか、うんうんうん、こういう効果があるんだよっていうのをちょっと解説してもらえたらなと思うんで、はい、承知しました。早速ちょっとこうセッティング今からしましょうか。はい、行きましょう。じゃあセッティングしたいと思います。
というわけで全部シンバルがセッティングが完了しました。こんな感じでーす。はい、ちょっと枚数数えていいですか。枚数が、これ重なってるんで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10枚重ねてるやつ合わせて僕のシンバルは11枚です。11枚。じゃあ早速ちょっと解説していきたいと思うんですけども、前と同じやつ、うんうん、がこれと、うん、まあこれメインで言うと、うん、あとまあチャイナとまあスプラッシュ、スプラッシュ2枚、うんうん、これ K カスタムハイブリッドシリーズ、 K カスタムハイブリッドシリーズ、ハイブリッドっていうのはこれどっから来てるんですか。これいいとこってことですね、うん、いろんなモデル の要素をいろいろ混ぜ合わせて、はい、で、うんうん、日本人の神保明さんという方とジルジャン社が共同にで開発したシリーズなんですけど、まあ、いいとこ取りも一番いいとこ取り、そうですよね。だからなんか、やっぱ僕らの音楽ってその激しい曲もあれば、うん、静かな曲もあるし、うんうん、テンポが速い曲もあれば遅い曲もあって、いろんなやっぱりそのジャンルに対応していかないといけないなっていうのはやっぱりあったんですよね、うんうん、その中でやっぱこのシリーズって万能じゃないですか。超絶万能です、ね、でこのハイブリッドシリーズをこれもこれも全部それにしてた、うん、全部それにしてて統一さすことの良さっていうのはやっぱりあるじゃないですか。あります、間違いなく。それはやっぱあるなと思ってて、さらに深掘りして、うん、この変えるとこの変えた良さっていうのもあるんですよ。そこの逆に言うとそのチョイスのバランスってすごい大事ですよね、うん、これ混ぜるときは これが一番難しい。混ぜるな危険っていうパターンがやっぱりね、こう試してやっぱあったんですよね、うん、そうですね、そうですね、うん、これは違うなとか、うん、今までのそのレギュラー、ずっとレギュラーだったこのハイブリッドシリーズ、これはもう僕のこう軸になってるシンバルなんで、まあ引き続き使っていこうかなと思ってます。このライドに関してもこのなんかこの粒立ちの良さっていうかね、これね他のライドシンバルと比較したらめっちゃこうカラーがあるんですよ。ですごい比較したら分かりやすい、ちょっと今日 ないんですけど、めっちゃあるんですか。いやないです、ない、ない、ないみたいです。今日はないみたいなんですけど、粒立ちすごい綺麗ですよね。綺麗です、綺麗です、うん、でこのライドとクラッシュはそのままで、このチャイナですよね、このボコボコじゃないですか、うん、これは事故ですか。事故じゃないですよ。ちゃんと計算して打たれてる、計算してハンマリングという技術ですね。決してそのぶつけてとかそうじゃなくて、ですです、ちゃんと計算、ハンマリングっていう、ハンマリングって言います。ハンマリングをするとどうなると思います。ハンマリングを打つと、いろんな成分を混ぜることができるんですね。はい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 、シンバルの中にあるいろんな成分を混ぜることができるんで、打った方が、ピッチ、いわゆる音の高さは、まあ、低くなる傾向にあったりとか、ピッチがまず低くなる、うん、はいはいはい、少し、はい、タッチポイント、タッチポイント、いろんな倍音の成分を混ぜることで、まあ、シンバルの音に深みを出していくような、はい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 、そういう、まあ、工程の一つがハンマリングなんですけど、はい、このチャイナはこれ均等に入れてあるんですね。あ、確かに、はい、均等っすね、うん、はいはい、統一感がちゃんとある、これがまたこのシンバルチャイナの一つ特徴ではあります。はあ、これもめっちゃ音良くて、もうちょっと僕らの楽曲でライブでこうやるときにもう手放せないなっていう。ああ、なるほど、うん、で僕個人的にもやっぱこのチャイナシンバルってやっぱすごい好きで、ちょっとこの音量もしっかり出るし、飛び道具的な意味でやっぱ一瞬でこう、うん、曲の雰囲気をこうバッとこう持っていける感じがあるじゃないですか、うんうん、やっぱ昔からもう多用しまくりなんですよ。わかります。でもこれはもうねちょっと外せないなってことで、このクラッシュライド、このクラッシュも本当これは他のクラッシュちょっと後々これ叩くとこれ全然違うんで、ちょっとこの音色覚えておいてもらったと思うんですけど、まあ前から使ってるものがこのクラッシュとライドとチャイナ、あとこうスプラッシュですね。次これなかなか、これすごい、こんななんか解説することないから面白いな。この穴、これ穴もあれですよね、この、穴こそあれだわ。うん。減衰だわ。そう、正解。だからもっと、今この感じなんですけど、穴開いてないバージョンもあるってことですよね。あります、あります。これだともっとこう、さーん。音が伸びるってことですね。そうです、長い。そうですね。うん、穴が開いてることで、はい、
音がトラッシーになるっていう僕ら表現をするんですけども、トラッシーじゃん、こうシャーっていうホワイトノイズと言われるような成分がちょっと強調されて高音の部分、はい、で逆にシンバルのゴーンっていう倍音の部分がこうちょっと抜けるようなサウンドになるんです。なるほど、わかりやすい、なるほど、なんでピシャッっていう感じになるっていう、はははは、はい、はだからなんかこうスプラッシュとして使うときはなんかその成分ってすごいこう、うん、いね、もちろん強調されてほしいっていうか、そうなんかこれすごいね、叩いててこうあんまりこう逆に混じりすぎたら嫌だなって思ってて、やっぱスプラッシュとかってこう、うん、ちょっと抜けててほしいっていうのがあるんで、これもそうなんですけど、なんか普通のあんまりこうシンバルに馴染まない音の方が多分僕が好みだと思うんですよね。これが A カスタム EFX っていうやつですね。これこんな音で、これは事故ですよね。これ事故じゃないです。これ事故じゃない。これはちゃんと計算された、あ、計算されてるんですね。ちゃんとです。事故じゃないですね、これ。計算されてわざと曲げてるってことですよね。曲げてやる、そうですよね、はい、そういうモデル。これが、トラッシュフォーマー。トラッシュフォーマー、かっこいい名前やな。え、そんな名前だったんですね。全然知らんかった。そうそうそう。これはインチは同じですよね。インチって長さ、うん、長さ大きさ10インチですね、はい、ちょっとこれじゃあ叩いてみますね。こっちがですね、こっちが全然違う。なんか音がよりなんかスコーンってこう上の方にソーンって抜けるような感じですね、はい、うん、全然まあカラーが違うし、こうなんかこう混ぜて使ってもちゃんと一個一個が際立ってるっていうか、うんうん、ちゃんとこう分離ができてて、あのカラーがちゃんと違ってるっていうね。同じこうスプラッシュシンバルでも全然色が違うんで、なんかこう曲によってはやっぱりこうどうしても2つ必要やなっていう時がやっぱあるんで、これも外せないんですよね。ですね、これはもう、うん、もう明記中の明記ですね、両方と。やっぱそうなんですね。ですね。これが、現状からまあそのままと、うん、いうことで、ちょっとこの2枚、はい、これも、前はこの、ハイブリッドシリーズの、大きさが違う、これがね、これ17インチっていうのを僕使ってて、でここに18インチ19インチっていうのを、使ってたんですけど、今回ちょっとねもう種類をね一新しまして、これ全部もう見た目が全然、見た目からはもう全然違いますもんね。ですね。これがじゃあどう変わってどうなんねやっていうとこなんですけど、このこれからいこうか。これはどうですか、うん、これはなんていう、これはケージルジャンクラスタークラッシュという、クラスタークラッシュ、はい、このなんかこうカラーというか、このシンバルのカラーはどういう感じなんですかね、うん、これもやはり、まあ、減衰はこう早めなモデル、これが特徴的ですよね。そうですね、そのね、このカップのところにこうめっちゃ可愛いもんなこれ。可愛い、おー、なるほど、可愛いもんな。ここが未処理になってるんですね。こうレージングを切ってない、レージングってこの音の溝の加工のことを言うんですけど、を切ってないんですよ、これは。もともとはじゃあこの状態ってことですか、全部。そうです、そうです。そうなんや。で、まあ、そうすることによって、まあ、もう見た目の通りですね、はい、ドライな音になるんですよ。あ、まあ、ドライって言ったらまあ乾いていて、やっぱ短い。じゃあこの作業をすることによって、あのよく僕らが聞くシンバルの音に近づいていく。そうです、キラキラした音になってくる。なるほど。じゃあもうキラキラ要素が、ゼロの要素が残ったままカップのところに残してある、あっていうのが一つポイントと。なるほど。あとこのボコボコ見えますかね、こう各所に実はこのハンマリング、ちょっと特殊なハンマリングが入ってる。こっちのチャイナのハンマリングとはまたちょっと違いますよね。はい、はい、これがこの名前にある通りクラスターハンマリングというものなんですね。クラスターハンマリング、これですね、この。そうそうそう、そうです、そうです。このちょっとボコ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 ってなってる、これですね。そうです。はー、まあ、これが入ってることによって、まあ、さっきの穴開きの要素とも一緒なんですけど、トラッシーな成分がこう強調されていく。トラッシー、これはそうですね。だからこれよりも割とこうランダムなというか、うん、そうです、まあ間引きされたような、位置に、まあ、ハンマリングが入ってると。入ってるし、まあ、実はこれも薄くこうなんですかね、光の加減で見るとボコボコボコってしてるんですけど、ね、これは K というモデルなんでランダムに入ってるんですね。あ、ランダムなんや。はい。
はあ、こうすることでまたピッチを落としたりとか、はいはい、いろんな倍音を混ぜてちょっと深みを出したりとか、じゃあ統一的に統一感があるこのハンマリングとはまたちょっと違ったカラーになると。そうです、そうです。ちょっとじゃあ比較してみましょうか。これがハイブリッドね。でこっちがやっぱなんかちょっとこう聞き比べたら、これ画面で伝わるか分からへんねんけど、明確に違うんですよ。明確に違うんで、もっと違うのこれですよね。ですね。K カスタムスペシャルドライクラッシュ。スペシャルドライクラッシュ。これドライっていうのは、要はこういう要素ってことですか？まあそうですね、そうです、そうです、そうです。これもボコボコ。そうです。これも、もうランダムハンマリング。これは氷が降ってきた。そうそうそう、事故。じゃなくて。じゃなくて。はい、これもちゃんと計算して、計算されてランダムに打たれているハンマリング。これはランダムの方なんですね。はい。これもそうです。もう、だってこれ、色合いもね、全然。だからその、こういうシンバルのキラキラした加工が少ないっていうことでいいんですか？そうです、そうです。うん、まあ、もともとの、まあ、生シンバルの状態というか。に近い。に近い状態です。これは、本当にもう別物っていうか、うん、ちょっと鳴らしてみますね。わかるかな。全然これも全然別物で、これ僕めっちゃ使いやすくて、うんうん、あの一個これがあるとなんかあんまりキラキラしたくない。でも音圧はすごい出したい、うん、シンバルの要素はガーって出したくて激しくいきたいけどキラキラはしたくないみたいな、うん、ちょっと暗めの時にめっちゃ使えるんですよねこれね。こういう時になんかめっちゃ活躍するし、うんうん、で音圧はしっかり出るけどなんかシャキシャキしてないから、うんうん、そこまでなんかうるさいって感じにもならへんしちょうどいいバランスであのなんかこうシンバルのこういいとこにずっとシャーっていてくれるみたいな、うんうん、そうですね。でちょっと単発でガシャーンってやった時にこっちの要素もちょっと入ってるんですよね。なんかなるほどね、こっちのキラキラしたシンバルのシャーンっていう綺麗なあの単発よりもちょっとなんかこう曇ったっていうか、はい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 、ダークななんかちょっと曇ったゴワーンっていう感じが多いから、うん、そこもなんか結構カラー変えれるなっていう。なるほどなるほど。だから右手がこれとこれがあったらもうなんか最強。なるほど、ね、どっちもいける。そうなんです、どっちもいけるんでこれは本当になんか1枚あってこれ一家に1台一家に1枚、うん、あってなんか損はないかなっていう、うん、そういうシンバルかなって個人的にはすごい思いますね、うん、ありがとうございます。サイズはでも単純に言ったら音の高さ。正解。正解。ちょっと分かってきたかもしれない。シンバル分かってきたもん。シンバルマスターの道。小さいとピッチは上がります、ね、上がるし大きいと下がるよね。これが19インチ、18 17 10みたいな。全然大きさですごい変わるから、だからこの前使ってたシリーズ統一させてた時も17、18、19ってやってたから音のなんかジャンルは一緒やけど音の高さが違うからそれぞれまあちゃんとセパレートされてるっていう、うんうん、それはそれすごい良かったんやけど今回はねもう全部バラバラにして、まあ、大きさも違うと、はい、そうですね、よりなんか個性がすごい出たけどでも統一感すごいありますよね。あります、あります、うん。いやーというわけで、はい、クラッシュまで終わりましたけども、はい、順調っすね。順調ですよ。いい感じにPR できてます。できてます、できてます。一個だけ補足いいですか？あ、補足は、ここは言っとかなあかんみたいなタッチポイントは絶対言ってください。タッチポイント言っときますね。大きさの話だったんですけど、はいはい、もちろん大きくなれば基本的にはピッチは、音の高さは低くなっていく傾向にあるんですけど、うん、やっぱりモデルによって先ほども説明したようにいろんな加工があったりとか、うん、あと重さ自体が違うので、重さっていうのは、その素材で変わるってことですか？素材というか、分厚さ。あ、分厚さか、はい、なるほど。やっぱり物理的に重いものの方が音高くなるんですね、うんうんうん、でも大きくなると低くなるっていう、だからこうそこをいろいろな要素を組み合わせて、で、まあ
あとはカップの方をしっかり作ってたらちょっとピッチがこう高くなる、しっかりした音になるとか。あ、じゃあいろんな要素が混じり合ってこのピッチ感になってるっていうとこはやっぱり大事ですよね。大事です。だから同じモデル、あの、うん、トモヤさんがもともと使われていたような、はい、同じハイブリッドのクラッシュで比べたら、まあ、確実にサイズの違いでピッチは、うん、あの変わっていくんですけど、モデルが変わってしまうと意外と1インチ違う方が実は小さいのに高いとか、あ、低いとかっていうこともありえます。そっか、じゃあ逆に同じインチでも種類でピッチの高さがこう変わったりとか、はい、全然あるってことですね。あります、あります。なるほど。これね、もしドラマーの方見てくれてましたら、本当にこの回って結構あんまりこう知る機会がないっていうか。そうですね、ね、はい、じゃあシンバルこう買いに行こうってなったらね、行ってじゃあ何がいいんやろって多分僕も全然分かんなかったんで、正直、うんうんうん、この回なんかすごいそういう意味でもなんか勉強に今も僕もなってるし、良かったです。なんかちょっとディープですよね。だいぶディープなんですけどなんかよし、じゃあシンバル、なんかスネアも買って、キックペダルも買って、うんうん、次ちょっとシンバルお気に入りのちょっと見つけたいな、チャイナ買おうかな、スプラッシュ買おうかなって時に、なんか今の話がちょっと基本があると、うん、選ぶ時になんかすごい一個こう指針になるっていうか、そうですね、うん、なんかそういうのがなんかすごい感じました。参考に、ありがとうございます。はい、参考にしていただきたい。すいません。はい、よし、じゃあ次はハイハットいきますか。ハイハット、ハイハット、これはスペシャルドライって書いてるってことは、これ皆さんあれです、このシリーズですね。そうです、正解。このさっきのこのこの刻むのに僕がこのすごい重宝しているというこの、うん、スペシャルドライクラッシュの同じシリーズになるんですけども、はい、だからこれもハイハットこれもあれですよね、成分的には同じなんで、まあ、あのカラー的にはちょっとこうダークで、ダークであんまりこうキラキラっていうよりは、はい、なんかこうドライ、うん、なんかちょっとまあ、あの洋楽っぽい音を出したい、あ、なるほど、そうですね、そういうジャンルにはすごい合ってる、うん、ハイハットかなと、はい、でこれさっきもちょっとあれな話したんですけど、じゃん、これね、表と裏で変えてるんですよ。これ表がこのシリーズで、このなんとボトムがこれなんですか、これ。ケージルジャンスイートハイハットですね。ケージルジャンスイートハイハット、これはなんかパッと見なんかこれに近いような、あー、はい、鋭いですね、はい、そうです、だってこれあれですよね、このドライのまんまってことですよね。そうです、そうです、そうです。ちょっと僕も知識がだいぶついてきました、ね、ついてきましたよ、はい、このスイートシリーズというのが、はい、実はこのクラスターシリーズの前に出ていて、あー、まあ、なるほど、スイートクラッシュというものもあるんですけども、これのクラッシュタイプもあると、はいはい、それに、これは先ほどもお伝えしたこのクラスターハンマリングというものを入れたモデルで、まあ、それの、まあ、元になっているのがスイートシリーズです、ね、あー、じゃあこれにそのクラスターを入れたのがこれ、はい、まあ、これのまあ元になるようなシリーズのハイハット。なるほど。じゃあこれを重ねたらやっぱりこれとこれの成分がうまいこと混ざったような音になる。あ、そうですね、ざっくりと本当そういうこと。だこれもね、本当組み合わせ、最初これを上下でやったらちょっと暗すぎたんでしたっけ。暗すぎてちょっと音量もなかったんです。あ、やっぱちょっとロックでやるにちょっとパンチが足らないかなみたいなところで、うんうん、音量もそっか、ちょっとやっぱ関係してくるんですもんね。そうです、そうです、そっかそっか。でそこでやっぱりこうちょっと力強さを欲しいなっていうところで、うん、まあ、別なものを合わせていきましょうっていうあれなんですけど、まあ、ちょっとこう見てる方には伝わりにくいと思うんですけど、うん、実はこのボトム、はい、重くないですか。めっちゃ重いです。持った瞬間思いました。なんか分厚いんですかこれ。そうです、実はすごい分厚いんです。そうですよね、なんか持った瞬間この指でちょっと僕分かっちゃうんですけど、指繊細なんでなんかね全然違うんですよね。で重さも全然違うから、重いとどうなるんでしたっけ。重いとまあピッチのも話だけで言うと上がります、うん、ピッチが上がる、うん、はい、まあ、うん、ハイハットなんでやっぱり重ねて使うことが多いので、やっぱり音量が出てきたりとか、音量が出る、粒立ちが良くなったりします。うん、粒立ちが良くなる、はい、うん、分厚くなるとピッチが上がって音量が出て粒立ちが良くなる。これもハイハットにぴったりですよね。そうですね、そうです、ね、そうです、そうです。これすごい良かったんですよね。これで組み合わせて叩いた時に、あ、これやなって、うん、すごいビビッときて急に決まりました。はい、これやなってなりましたもんね。はい、これはもうね、しかもこれなんか生の音もいいんですけど、
撮った音もいいんですよ。あーなるほどね。撮ってマイキングして撮った音もなんかすごいなんか繊細で力強くてみたいな、まあ、全部いい感じにあのの成分が出たなっていう、うん、これ出しちゃうか。紹介しちゃいましたね。これいいんすよ。これねおすすめです。本当におすすめ。この組み合わせは本当におすすめです。はい、最後いっちゃいますかこれ。はい、はい、これなんやねんと、この重ねてるのなんやねんということなんですけどもじゃん。はい、実はこれもスペシャルドライトラッシュクラッシュえー17インチ。これあれっすよね。これもこれと同じ。そうです、そうです。同じに穴が開いてる。そうです。タイプってことですよね。そうです。トラッシュっていうのがこのこれなんですか。まあ穴のことというか、まあ、成分的なことですけど、結局まあ穴が開いてるからトラッシーな音になる。あ、そうです、そうです、そうです。今日のキーワードトラッシーこれ大丈夫？だいぶ身内乗りになってない？大丈夫？これ穴が開くとどうなるんでしたっけ。やっぱトラッシー。あ、トラッシー笑っとるやん。これと、もともとここについてたのってS の、トラッシュクラッシュという18インチのモデルを下にして、うん、逆さにした14インチの FX オリエンタルチャイナトラッシュというものをつけて重ねてました。あれよりもちょっとこうなんていうんですかね、使いやすくなりました僕。ああなるほど、うん、あれまあ必殺技でしたからね。ほんとそうですよね。あのちょっとあれはあれですごい良かったけど、使い勝手は決して良くはなかった本当のもう本当のここっていう時に使うみたいな。ここ、ね、あんまりこう混ぜて使うとちょっと浮きすぎてるなっていうのもあったんで。そうですね、大爆発してました、うん、それよりはちょっとこう、そうですね、なんかこう混じったかなっていう印象なんですけど、うん、その感覚で合ってます。あ、もう完全に合ってます。あー、よかった。まあ、シリーズとしてもね、もう先ほどからご紹介してる通り、はい、あのクラッシュなどに含まれてるもので重ねてますので、うん、で、俺あれやん、これ覚えてます皆さん、もうわかるでしょ、このカスタムハイブリッドチャイナということで、これはもうあれですよ、俺最初に紹介したこのもうずっと僕が使ってるこのシリーズ、これを下にして、はい、ちょっとキラキラの要素も出し、さらにこれを裏返しにして、これを入れるとなんとこんな音が鳴ります。ね、音めっちゃ気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい。これこの組み合わせでこれ本当いないですよね。これもね、まあもちろん国内ではいないですし、あんまり聞いたことないですね、世界的にもね。これ出しちゃっていいですかね。トモヤさんオリジナルなので。いやー、これトモヤシステムですよね。これトモヤシステム。これ完全にトモヤシステム。これほんとでもね、この組み合わせもう奇跡でしたよね。これはね、もう何枚も重ねて違う、あーって本当これやって。で、あと一番気に入ってるのぶっちゃけ何かって見た目なんですよ。あー、そうですね、この見た目がね、なんじゃこれ感が、ほんと UFO みたいな、宇宙船みたいな、近未来な感じがすごい出てね。で、しかもスタイリッシュ、なんかこう間接照明みたいなオブジェみたいな確かにこれがやっぱあるとテンション上がるんですよね。前はちょっとなんていうんですか、ちょっと若い感じっていうか、ああなるほど、見た目的に、ああなるほど、まあ、キラキラしてました。そうなんです、これ、ね、ちょうどいいんですよね。この白い部分に関しては完全に友達ですよ。これね、これなの、種明かしは。この俺のシンバルじゃない、俺のスティックが白いもんやから、これを叩くとこの木と金属やから、金属の方が強いわけだから、木が削れていくのね。その時にこの白の塗料がこうついていくのよ。だからね、結構なんかでもかっこいいですよね。かっこいいね、なんか白が入って、うん、味が出てくる、はい、でこれとかもすごい、結構もう何年も使ってるんやけど、なんていうの、結構ね汚れてなんかもうピカピカの状態がもうないっすもんね。そうですね、うん、こういうのをねエイジングと言います。エイジング、はい、うん、エイジングされてるね、まあ、うん、エイジングされちゃってよく育つみたいなことを言うんですか。これサビなんですね、
はあ、まあ、金属なので。そっかそっか、はい、まあ、こういうものが付着してあの、まあ、指紋だったりとか汚れだとか、うん、付着してどんどんシンバルの、まあ、角が取れていくといいますか。あでも音が本当そうですよね。どんどんなんか買いたての音ってほんまにキラキラしてるの。なんかほんまにシンバルのシャラーみたいな要素がすごい強いですよね。そうですね。だそれがこうやってちょっと汚れとかがついてちょっと曇ったっていうんですかね。そうですね。なんていうんですかね、うん、なんていう表現が正しいんやろ、うん、馴染んだというか、はい、うん、決してそのネガティブな意味じゃ全然なくて、うん、あの本当に叩いてて音が混じりが良くなってくるというか、うん、エイジングっていうんですね。はい、エイジング。なるほど。この中でエイジングキングはこれかな。ですね、うん、もうダントツのキングですだいぶ何年ものやろってぐらい使ってるんでこれはもうこれの元ってこれ元これほんまにこの色ですよね。そうです、全然違うよね。これがエイジング効果、角が取れて、音が馴染んでくる。面白いよねシンバルって、ほんまに面白いなと思った。正直ほんまに興味なかったからこんだけやっぱいっぱいいただくとそれぞれのやっぱりその良さが分かってくるし、あこういうなんか音を目指してあの作られてるんだなっていうのはやっぱりこの種類によってほんと明確にあるから、前のその統一されたシリーズから統一感はそのままに、うん、さらにプレイの幅が広がったみたいな、あの僕そういう感覚で、すごいあの叩いてて違和感もなければ、もう逆にやりやすさしかないし、なんかシンバルでやっぱこんな変わるんやっていうのが本当になんか体感してる最中っていうか、もう何よりでございます。変えてよかったなっていうふうに、はい、すごい思うんですけど、タッチさん的にはこの組み合わせどうですか。いやもう120点満点です。120点満点ありがとうございますもう本当にあのね、時間かけてじっくりと選定した回があったっていう、うん、もう形で、うん、もう2人の悩みが形になりながらちゃんとそうですね、うん、唯一無二のセッティングが作れたと思う、うん、なんか残したのもいい感じで味がねそのまま残って、そうですね、うん、本当に本当にバランスがいい、シンバルの組み合わせになったと思います。ちなみにこれは全部買うと総額いくらになるんでしょうか。ちょっとパッドはやっぱり一つ、うん、全部ね足し算も苦手なんで、まあまあまあそうですね、まあ軽く30万40万はいってしまうんじゃないかなと。あなるほど、正しい数字を後ほどお伝えしますので、はい、そのぐらいいっちゃうみたいなんですけども、なんと今回特別にタチさんから視聴者プレゼントが、あれ電波が悪いです電波視聴者プレゼントがありません言わさないでくださいよ残念ながらあのないんですけども、でも本当にこうやってね、なんか自分のシンバルをこう徹底的にこう解説してどういう音になってるんかっていうのはなかなかこう発信できる機会なかったんで、うんうん、僕も今回すごい楽しかったですし、はい、こうやって話しながらやるとさらに理解が深まって、うんうん、なんかこうタッチシステムも入ってきたんで何よりです、はい、なんかそれでまたなんかプレーもねさらにこう、うん、な上にこうステップアップできたなってすごい思いました。はい、なんかシンバルの知識も入ってハッピー、ハッピーです。ありがとうございます。じゃあタッチさん、これ一通りもう解説しましたけど、はい、なんかもう思い残すことはもうないですか。もう全然大丈夫です。大丈夫ですか。もうバッチリ PR できました。はい、バッチリです、はい、良さも伝えれたと。はい、ジルちゃんをよろしくお願いします、はい、ジルちゃんをよろしくお願いします。本当でも本当にいいシンバルなんで、もうこれ僕自信を持ってお勧めできるシンバルなんで、皆さんもぜひシンバル買いたいなって方はね、ジルちゃんのシンバルぜひ楽器屋さんでね、試奏とかも、はい、もちろんです、できます、うん、できると思うので、ぜひ足を運んで試奏をしてみてください。というわけで、タチさん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。というわけで、シンバル解説ということで、やってまいりましたけども、実はね、ともやスタジオの演奏解説動画でも、実はちょっと前にこのシンバルを導入してましてですね、そちらの方もね、ぜひチェックしていただけたらと思います。前のシンバルと比べてどう変わったのかとかもよーく聞くとね、ちょっと音の変化とかも分かってくると思うので、ぜひ聞いてみてください。というわけで、今回はシンバル解説でした。この動画が面白いなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、またね。バイバイ。